お嬢様、入ってもよろしいでしょうか。はい、失礼いたします。お嬢様、僕に用事があるとのことでしたが。あ、いえ、それは全然。お嬢様のためなら火の中水の中いつでも駆けつけますよ。はい、もちろんどんな命令だって。あのお嬢様、その手に持っているのは一体。いえ、メイド服なのは見てわかるのですが、まさかそれを僕に。絶対似合いませんって。僕、正真正銘の男ですよ。わかりました、お嬢様のご命令とあらば。お待たせしました。どうでしょう。あ、そうですか、ありがとうございます。違いますよ、さっきも言いましたけど、僕は男ですって。っていうか、お嬢様絶対楽しんでますよね。写メは恥ずかしいですってば。僕もうお婿に行けない。いいですから、もらわなくて。お嬢様にはもっと素敵な男性が。お嬢様、僕はお嬢様の執事ですから、忠誠を尽くすことはあれど、お嬢様をそういう目で見ることはいたしません。どうかご理解のほどをよろしくお願いします。なんで笑うんですか、これでも真面目に。そっか、こんなメイドの格好で言っても説得力ないよな。お嬢様、そのいきなりくっつかれてもどうしたらいいか。いえ、僕は本心を述べたまでですから、お礼を言われることなどありません。かしこまりました、お嬢様のご命令とあらば、そのお言葉ありがたく受け取っておきますね。それでですね、一つだけお願いがあるのですが。はい、先ほどの写真のデータは携帯から消していただけると。ダメですか、そんな。だって恥ずかしいですし、別に女装趣味があるわけじゃないですし。今日はこの格好で仕事？そんな、勘弁してくださいよ。それはダメです。使用人に軽々しくキスしようとしないでください。それされるくらいなら普通にメイド服で過ごしますから。はい、午後からもお仕事頑張ります。はぁ、